神奈川県知事の黒岩祐治です。新型コロナウイルスに関連した肺炎について、これは中国で感染が拡大をしています。県内でも1名の感染者が発生いたしましたが、その後は新たな感染者は出ていません。そしてこの感染された方もですね、今は順調に回復をされています。県民の皆様には過剰な反応をしないで冷静に対応していただきたいと思います。感染症対策としてはですね、この咳エチケット、咳をするときにはこのマスクで口を覆うとかですね、うがいをする、手洗いをする、いわゆるインフルエンザの時とインフルエンザの対策と同じような感染症対策を取っていただきたい、そのように思います。そしてまたこの不安を覚えられる方もいらっしゃると思いますので、県では専用ダイヤルを設置いたしました。1月25日からですね、これは電話番号が045-285-0536、045-285-0536、平日休日このような時間帯で対応してまいります。また中国など流行地域に行った、そこから来たというだけでですね、宿泊や利用を拒否する、こういったことだけはですね、ぜひ進んでいただきたいと思います。県ではこれからも国や関係団体としっかりと連携をしながら感染の蔓延防止に努めてまいりますので、県民の皆様にはあくまでも冷静な対応をお願いしたいと思います。